今からね、カミティのね、魚ね、そう、家という、家っていうか別荘、なんていうかな、セカンドハウス、カトシゴにやる。セカンドハウスからに、やってまいりました。ちゃんと中に入れるのか、ちょっと気になるところではありますが。カミティの、ここなん？これ？これ？なんか荒れてんな。荒れてるね。廃墟みたいだね。廃墟。これはいらんね。廃墟だな。これは廃墟だな。これはいらんね。価値ないな、これ。うわ、うわ、岩さんこれ、うわ。結構すごいね。無理やろ、これ。カミティ、横さんごてよ。これいかん。嫌やな。新しいこと。勘弁してや、もう。勘弁してください、これもう。バカないね。バカない。ああ、確かに書いてある。バカないとか。セキュリティが入っちゃう。ようさん。SOK。SOK。これ多分、こっち開いてるんだよ。行こう。さあ、お宅訪問。そうそう、問いの番号は。怖い怖い怖い。ああ、ちょっとよさん、これ廃墟だ。廃墟。もう廃墟みたいな。うわ、人形がある。やばいよ。人形。なんかむちゃくちゃ汚いっていう。これ本当な、ドア開くんか。結構すごいな。これなんな、これコレクションな。そうやね、コレクションね。もういらんちゃいらんちゃ。そんなもんクラクションしとった。バッタバッタ。何これ？国道262。結構怖いねこれ。すごいこれ。あかん？いや大丈夫。あ、クリでしょ。あかんあかん。よし、いけいけいけ。行こう。あ、外？行ける？外やんけ。外やんけ。ここから入ろうか。入って。あかんない。あかんのがいい。なんでやねん。予算一応抜いてって。はい、廃墟なのに抜いてって。はい。まあ一応一人じゃない？うわ、すごいな。改めて見る。よし、中入ろう。泥棒さんが入りますよ。泥棒さんが。入った。あー、入られた。お、テレビが、お、これテレビがあるよ。めっちゃいいやん。あ、結構ええね。エアコンもあるしさ。あ、すげえ、ピッチがあるよ、カミティ。めっちゃねピッチこれ。これもなんかようわかんないよね。なんなんこれ。なんなんこれ。からんコレクションかな。コレクション出せえな。なんか使いそうなのもいっぱいありそうね。でしょ。草刈り機やん。あ、ほんまや。これいらんなったらちょうだい。ええよ。ほんまに使えるんかな。草刈り機、あー、もしかしたらこれ庭の草刈りに使う用のあれやったんかな。あ、そうな、ちょうだいや。あ、違うね。いやだ、いやだ、だめ。あら、あんま入ってません。入ってねえや。電気つか試してや、ブレーカー、ブレーカー。ブレーカー上げてやる。はいはいはい。まあ、ガチョやんか、電気つかやってやん。あ、スイッチ押してみて。止め、つか、止められてる、ね。電気止めちゃうんか。うん。ブレーカーガチョのにね。マジで、でへんわ。もう電気代晴れてますよ。あれ？あ、どうしようか。あ、怖い。なんでこのさ、あれなん、引っ越しのめちゃくちゃあるの。わかんない。エロ本とかね、そろそろエロ本はあるかな。 AV とかすごい、ね、ほぼ入ってるね。雑誌とか、うん、お正月好きそう。そのチャレンジ雑誌のザ廃墟って。あー、使えそうなのあったら持って帰ってよ。マジで。パソコンがあるやん。パソコン。まあ全部捨てるよりはね、利用した方がいいよね。うん、そうそうそう。まあそれ込みで来たっていうのもあるし。さすが。たぶん電気使うのが痛いね。
廃墟これ。この引っ越しの荷物は何なん？しゅんくん寝た。じゃがゆ。開けてみたときに。勘弁して。勘弁してくれよこれ。それ持っといて。89年。89年マジでやばくねこれ。これ。あと開けてみようよ。あとで。あと開けてみようよ。待って。ちょ、もうちょっと落ちて。89年。ああ、怖い。怖いわ。汚ね。あ、汚い。80円ってやばいよ。あ、汚い。怖いね、これ。風呂。これ、風呂。風呂は、まあ。まあ。うん。トイここに入りよった風呂。入ってないよ。入ってないよ。まあ、こんなもんかね。うん。ヘアロリア。まあ、埃がすごいってのは。もう最勇気最勇気2階があるぞ。2階上がってみようか。うん、2階行ってみます。行ってみます。今日の晩ご飯は2階は何があったかな。あ、なんか大丈夫。生温かい、生温かいね。ピコン。まあ、要は湿っぱなしやからね。湿気がすごいかな。さっきの宇宙人はすごかったな。これ手放して神ともどれくらいだったの？ここ手放してそのまま立ってない。まだ、うん、親父がいつ来たのこれ、うん、まあ、要は親父が使い切ったの。ここ使ってたというか物を気にしてたという。あ、ここはね、いずれ使う気あったんでしょう。まあ、予定があったやろね。うん、いずれなんか承知した。ああ、まあ使ってないからもう税金泥棒というか。いつからなんやろ。そんな前は昔じゃないやろ。うん、おとんがおる前、おる時やろ。おる時、そうそうそう。うん、ご覧くなってからやろ。なるほどね。もっとすごいって、そんなガチ廃墟じゃないから。てか廃墟じゃないですか、これ。あ、なんか中村くんが好きなんですよ。なんであんのと、予算。はい、ってことでね、ここはね、カミティのね、別荘です。の予定ですのはずの場所でした。はい、まあ、使い道がなければ売りますが、はい、見てる人で欲しい人がいれば。はい、こんな感じですね、外はこんな感じですね。はーい。この椅子は本当かっこいいよ、欲しい。では。